テレキネシス、ヒント見ました。わからない。ここはわからない。で、ヒント見て、いやー、わからんなーっていう結論になったわ。これはね、できん。作れない。つまり最初のこれをどうやって崩すかっていうところを見たんですけど、こう。いや、こんな綺麗になるのか。こんな綺麗になるとは思わなかった。で、それをどんどん入れていく。黄色いやつも動かしてしまって。持ってく。持ってく。で、これが何が嬉しいかっていうと、こう揃えてからこうするとこうなの。こんなのさ、わかんねえよ、こんなの。さらに嬉しいのが、こっから押すとこうなるってことね。わかんねえよー。まあ。ということで、最初のステップ終了。で、こっから先は、見てない。ここを作るよ。そうすると、黄色いのがあそこ行くよっていうのは分かりましたと。で、これを、いや、これをつけたくなかったんだから、これでこれつけるしかなくない?これも、ただこっち持ってくとそうなる、くっつくから、この子は最後にここと、あとどっか持ってかないといけないから、つけちゃいけないとは思うんですよね。こうなるの?こうなるとこうな、それを右に飛ばすと、それを右に飛ばすとどうなる?これが右に飛ぶと、そのまま右に行って、ここが消えて、で、そっか、黄色だからそのまま突っ切るから、ここも行けるんだ。これ止まらないから、これがそのままこっちに飛んでいくと、ここ全部消えるんだ。じゃあ、ここはこれで完結するんだね。あとはじゃあ、下が、これとこれとこれをもう、こことこことここに入れたら、いいんじゃない?後半それだったらめちゃくちゃ簡単だな。そうして、これどうしよう。あの黄色を、黄色はどうやって出す?下に回んないとダメなんだけど。こういうことができて。できたら?こっちからは何も押せないんだから。下から上に打ち上げ直して、これがしまえるから、あの三人があとは下に来てくれればいい。だから、あの黄色の受け取り、黄色の受け取りを一つ作りたくて、こ
この二人が広いところで動き回るの嫌だね。引っかかるところがないと、めんどいな。こうすると、あれ下行って、で、黄色を、打ち込むんだけど、打ち込むんだ、黄色打ち込んでよくない？もう。もう、こうで、こうで、あと二人。どっちも下に行ってないとおかしいんだ。上にいる子を、下に持ってきやすくして、二人来たら、こうしてこうか。なるほどね。ここは本当にあれですね。上の割り方だけの、ん？Congratulations, you have completed the golem. よかったの。The golem, Dom Camus さん。Joel Fox, Hot Funky. マルコス、名だたる。あ、レッシドさん。スティーブン・ラウェル。名だたるパズル制作者たちが、アラン・ハゼルデンだよね。名だたるパズル制作者たちがテストプレイにゴリゴリに入ってましたね。そらこんな難しくなるよ。めちゃくちゃに難しいよ、これ。ゼリーのパズルと同じような難しさがあるので、なんか直感でやろうと思ってることは大体全部もうダメっていう。そういう難しさがあるゲームでした。クレジットはさっきと同じだよね。ああ、なるほどね。ここでいろいろな方々が載ってますよと。エクストラステージとかはないのかな？You are snow golem. You face daunting puzzles. No fast reactions are required and there is no timer. まあ、早く解こうと思わないで。There is no explosion needed, not secret to discover. The secret も何もないよ。パズルしかないよ。Not everyone will overcome all the puzzles and that is okay. 全員が自力で全部クリアできるとは思ってないけど、別にそれでいいんだよ。ヒント見ちゃったからね。No matter how great or small your accomplishments do take time to think about a difficult problem is a beautiful thing. 難しいことを考えている時間というのが、難しい問題を考えている時間っていうのが美しいんだよ。だから解けるかどうかは問題ではなくて、頭使ってることがいいことなんだよ、みたいなことがこのゲームとしては言いたかったことだそうです。そりゃ難しくなるよ。ステージ数自体は、そんな、いくつ？ 50 ぐらいだよね、多分。
50をちょっと超えますぐらいなんだけど、いや、難しかったな。後半ってだって一ステージで1時間行くのが普通みたいな感じだったもんね。動画一旦切って裏で1時間以上考えてみたいなパターンもあったから。いやー、すごい、すごいゲーム、すごいゲームでした。結構傑作。これ去年かな？リリースされたのは。だけど、去年一番難しいパズルゲームなのかもしれない。去年プレイした中で難しかったのって、足に鎖がついてるシャックルっていうゲームが、フリーゲームが一番難しいなと思ったんですけど、あれよりもこっちの方が難しいな。だ暫定、2020年で出てたパズルゲームの中でこれ一番難しかったなぁと思いました。ということで、いやー、すごい、すごかった、すごかった、とにかくとにかくすごかったけど、まあマイナスポイントがあるんだとしたら、でかすぎてよくわからんみたいなステージがちょっと辛かったかな。とっかかりがわかんないよみたいなステージ。まあ、今回だと、まあ、こことか、あと一個前のあれかな。これ、これはさ、これを、4箇所切って2箇所つなげて、好きな形を作って、これを左に押してねって、言ってるのはわかるんだけど、パターン多すぎるんだよね。で、ここでかなり、で、今後のことも考えないといけないんだけど、ここのウェイトがあまりにもでかすぎて、めっちゃ辛いっていうのがある。同じことは、あれどこだっけ？一つ前だっけ？このエリアの、なんか十字をなんか、どっちだ？こっちかな？あ、違う。こういうのだったらいいのよ。なんか、わかんなくても、考えようっていう気持ちになれるやつだから。どこだっけかな？なんかすごかったところ。すごかったステージあったよね。ここだっけ？キャッチじゃない。キャッチは、いけたやつ。ここじゃなかったか。ここって黄色が出てくるステージだよね。黄色は出てきてないんだ。あれ？こっち？ここだっけ？ここだ。ここはね、ここはダメ。ここはね、ダメだよ、こんなの。ちゃんと考えないと、ちゃんと最後まで考えられると、確かに解けるんだけど、これはね、マジでどっから手つけていいのか本当にわかんなかったからね。手をどっからつければいいのかわからなかったし、どうやってゴール行くのかもよくわかんなかったんだよ。だから、なんかこのステージやった時も言っちゃったんだけど、ここがいらないんですよ。ここが、ま、全然いらなくて。こっから持ち上げ、こっから重力ブロックを持ち上げたいよねっていうことだけ言ってくれればよかったんだけど、これ何だったんだろうね。マイナスプラス。結局この形にして上持ってきて、マイナスになってくっついて、下向きのプラスになったんだっけ？形が変わる。こう持ってきたものがこうなる。別にこのままで持ってってくれさせてもよかったやんけ。ってなるわな。あ、違う。形変わんないわ。このままだわ。
だよね、そうだよね。形が変わんないんだからなんだここってなるね。どうせ一つしか持ってこなかったらここで詰まるんだから、なんかよくわからない。なんかの対策なんだと思う。別解対策用なんだと思うけど、なんかこういうのが出てきたせいで、考えることがめっちゃ増えちゃったっていう感じだったね。好きなステージどこだったかな？基本的にどこでもよくできてるから好きかな。ここなんだっけ？この辺でなんだっけ？重力が出てくるエリアなんだ。ここは、この辺は簡単なので、重力が牙を剥いたのってどのあたりだろう。フックはよくわからんステージでしたよね。確か。右下のマイナスが、これ、右下のマイナス使わなくていいよねっていう、変な答えになっちゃうエリア。あと、このステージはね、なんか、自分解けたから、他の人のプレイ見ようかなと思って、動画探してたら、なんかね、全然違う解き方してる人いたんだよね。こうして、違ったわ。よかった。別解対策されててよかった。なんかその回答はね、なんかここをもう一段上に上げられちゃったから、これをね、なんか上に差し上げるっていうのができてたんですよね、すでに。これだけで。ただこのステージね、やっぱここのマイナスの意味よくわかんなかった。いらんやんってなった。まあ置いといて。YouTube で全然プレイ動画なくてびっくりした、このゲーム。ラビットオールいいステージでしたね。ここは完全にハマった。で、このステージも、ほら、とっつきやすくていいじゃないですか。ブロックの数が少なくて。結果的に2時間ぐらいかかってたんだけど。いやー、これにやられたんだよね、最後。横長3を作ろうと思ったんだけど、なんか下にくっついてくるやつおる、みたいな感じで。そこで自分の考えが全然ダメだったってことに気づかされた。けど、認められなかったね、あの頃は。いや、よくできてると思う。まあ、ということで、ザ・ゴーレムでした。おすすめ、非常におすすめ。なので、波のパズルゲーム、ぬるいわ、と思ってる、あなた、やってみてはいかがでしょうか、ということで、お疲れ様でした。